日本中部地方長野県長野市小牧地区東和田東和田は長野県長野市の市街地東部郊外にある地区。郵便番号は381-0038 38。全域が長野市役所小牧支所の管内である。地区の南西から東にかけて国道18号が走り、中央部には国道406号が東西に横断する。地区南東部には 長野県道375号大津島、東和電線、北東部には都市計画道路東方線が南北に縦断しており、これら4本の道路が地区中央部で交わる自動車交通の要衝である。周囲は以下の大技、町長と接する。周辺地区同様に古くは農村であったが、長野市街地までバス、車で10分程度という立地により戦後急速に、 宅地化が進んだ。ただし、区画整理はあまり進んでいない。国道18号沿いには、自動車、物流関連の事業所がのを連ねる。地区東部にある、長野東郵便局は、長野電鉄長野バス営業所の移転跡地に建てられた、もので、県内の郵便集配の拠点である。長野東郵便局の北側には、長野運動公園の敷地が広がり、大技、 東和田の範囲には、野球場、陸上競技場、テニスコートなどがある。なお、長野運動公園の敷地は、大和田東、和田、吉田五丁目、大和田石渡にまたがっており、管理事務所の住所は、吉田五丁目であるが、東和田運動公園と通称される。地区内の人口及び、世帯数は、1250世帯百7 8 7人。大和 東和電の範囲は、おおむね1889年以前の上目の地群、東和田村の範囲に相当する。平林街道を走る、超電バスの以下の路線系統が利用できる。長野運動公園。ありがとうございます。